よく晴れた天気になりました。神宮球場です。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。まずはスワローズの先発石川が神宮球場のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。石さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね、はい、さあ初球は何か。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制ホームランです。タイガース。スワローズ初回いきなり先制弾を浴びました。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ先制を許します。1対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。先頭バッターにホームラン、痛い一発となりました。バッターは2番に入っている松永。昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。スワローズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。切れました。ファウルボールです。低め外れました。ファウルです。真ん中打ちました。これはどうか。ショート弾く。ボールを拾ってノーアウトランナー一塁です。記録はエラーということになりました。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか？いやー、今のはもったいないですよ。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。見事に盗塁を封じました。これはもうキャッチャー素晴らしいスローイングでしたね。外外れてボール。ボール先行です。3球目外れました。ストライクが入りません。打ちました。痛烈な打球、伸びていく。どうだ。入れば貴重。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。いやー、普通はこのカウントから打ってこないんですが。はい、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターボックスは4番、掛布。昨日のゲームでは驚くような活躍を見せました。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。最初は変化球できました。ストライクです。打った。これもいったか。伸びていく。どうだ。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。3対0。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。
バッターは5番石峰。昨日は驚くような活躍を見せました。スワローズこの回先制点を与えています。初球空振りです。改めてお聞きします、バッターの石峰、どういったタイプのバッターでしょう。引っ張った、取った、一塁へ、これで3連打。ワンアウトランナー一塁となりました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたいですよね。ええ、ここは慎重に行きたいところ。初球は何で来るか。初球は外、できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど、そうですか。ランナーここはスタート切りません。打ちました、ショートゴロ、取った、アウト、ツーアウト。バッターボックスは7番オマリー。スワローズこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。いや小宮山さん、やはり先ほどのホームランで乱されましたかね。どうでしょう、まあそういった意味でもこれ以上失点しないで回を終えることですよね。なるほど、さあここはこれ以上失点したくないところ。アウトコース、ファウル、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。2回の表タイガースの攻撃、8番バッターはキャッチャー梅野。さてスワローズの先発は石川、昨シーズンは7勝を挙げています。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の中村、バッターボックスに入ります。結構バッティングいいですから注意したいですね。そうですね。ファウルになります。2球目打ちました、これはショートライナー。こちらが先ほどの配球になります。初球ストライク、これが2球目。高めのボール、センターへ、伸びがありません。ここは打ち上げています。これは平凡なセンターフライ、雄平が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。小宮山さん、リードを許している展開なんですが、この後ピッチャーとしてはどんなピッチングが必要ですか。いや、これやっぱね、味方打線が援護してくれるはずですから、とにかく我慢ですね、我慢のピッチングですね。そうですよね、我慢の二文字頭によぎる、そんな投球できるんでしょうか。3球目打ちました、センターに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、追いかけますが頭を越えました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席にはバース入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあ序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。引っ張った、打球はライトへ、ここはフライになっています。セカンドランナータッチアップ、今画面に出ているのが先ほどの配球です。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね、はい、初球から際どいコースをついてきます。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。すぐに追い込みました、空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとか踏ん張っています。ツーアウトランナー三塁。まず何を投げてくるか。ファウルになります。またファウル。ここもファウルです。引っ張った。ショート取った。一塁送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。タイムリー内野安打、4対1。
スワローズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターボックス八木。スワローズこの回追加点を許しています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。まあ牽制のうまいピッチャーですから迂闊にリードは取れないでしょうね。ああそうです。インサイド落ちました。大きな打球になった。さあどうだ、満々中左中間破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。5対1、スワローズもうこれ以上点はやれません。ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。今のは狙われた感じじゃないでしょうかね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスオマリー。スワローズこの回2点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあここはしっかり抑えておきたいところ。高め打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか、センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。6対1になりました。スワローズなおもピンチです。バッターボックスは8番梅野。まあスワローズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。切れていきます。ファウル。打った、レフトに強い打球。大きな当たりが外野を襲っている。レフトオーバー。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。7対1、スワローズもうこれ以上点はやれません。さあバッターボックスには先発の中村入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。8対1、スワローズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター真由美、早くも今日は先発全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。まあ、ここはバッターフルスイングしていきますよ。なるほど、そうですか。痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファウルボール。変化球が高めに抜けます。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そうですよね。初球空振りです。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。はい、打ちました。山田一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。これから4回タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。高橋が2番手としてマウンドに上がります。さあバッターはバース。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。打ちました。ボールを拾って、これで3試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。
初球は何から入ってくるか。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ホームに送球する。タッチはアウト。これでワンアウト、ランナー三塁一塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。引っ張った。これはどうだ。サードの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン、ホームに送球。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、9対1スワローズ、なおも三塁二塁のピンチです。バッターは7番オマリー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。打った、右中間に大きな打球、ライトセンターバックバックバックする。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット、11対1スワローズ、なおもピンチです。8番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。さあ3球目は何か。打ちました、取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。さあ打席には先発の中村入っています。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点、打ちました、痛烈な打球、ライトオーバー、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、12対1スワローズ、もうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って真由美、前の打席ではフォアボールを選んでいます。打ちました、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁、ファウルになります。今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね、いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。打ちました、これはどうか、高橋一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。まあこういうと打った、取りました、ワンアウトです。打席には4番バッター掛布。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。打った、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで3試合連続のホームラン。初球でした、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。スワローズ追加点を許します。14対1、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターは6番八木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。さて今日のスワローズの先発は打ち込まれて交代した石川、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。さあまず1球目、最初は変化球できました、ボールになります。打った、山田掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。これからの、さあマウンドに上がったのは唐川、今シーズン3試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。
打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。際どいコースですが外れました。ワンボールです。真ん中打ちました。これはどうだ、グラブが届いた。抜けていればというところでしたが、ナイスプレーでした。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。まあ、文句ないプレーですね。打ちました。いい打球だ。レフトが追いかける。ぐんぐん打球入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打順は2番松永。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは3番バース。これが1球目。初球見送っています。外の球外れています。打った、西浦取ってツーアウトです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。ファウルになります。ワンボールツーストライク。これはサード柳瀬掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。これから7回タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。梅野が4番手としてコールされています。西さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてませんよね。いや、もちろんですね。これだけね、お客さんも来てくれてますからね。最後打ちました、浅いフライ。初球から積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。打席には7番バッターオマリー。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました、いい打球だ。高く上がった、ライトが下がっていく、下がっ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いやー、これは失投でしたね。そうですね。バッターボックスは8番梅野。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ファウルになります。打ちました。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。次はピッチャーの打順ですが、先発の中村バッターボックスです。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。打ちました、西浦掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。
8回の表タイガース打順よく1番から始まります。バッターは真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいました。打ちました。これは浅いフライ、ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。アウトコースボール、打ちました。高く上がった、頭上ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は3番バース。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さあ2球目は何か、これは内へ外れます。打ちました。センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順は5番石峰、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。打った、レフトに大きな打球、レフトバックする、バックする、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達、これで3試合連続安打。ツーアウトランナー三塁二塁、打席には6番バッター八木、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。はい、そうですね。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。バティスタがセカンドランナーに入ります。セカンドランナーはバティスタ、背番号45、サードランナーファウルになります。高め打ちました、打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。掴んで3アウト。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。これから9回タイガースの攻撃です。一方スワローズは小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロ。初球打ち、ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。取ってワンアウトです。バッターボックス梅野、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。まず大きく外れてボールになりました。低め、これは外れた。次が3球目、いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。スワローズなおもピンチが続きます。打順は1番に帰ります。バッター真由美、初球大きな変化球でまずは空振り、打ち上げた、高い打球、ここは打ち上げています。掴んでツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目です。打った、高いバウンドになった、ファースト取った、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回タイガース1点を追加しています。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース、
改良点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。